小林ゆうきのコバのラジオ、あなたの明日にちょっといいことが起きるコバラジへようこそ。今日も聞きに来てくれてありがとうございます。こちらの放送は毎日5分聞くだけで幸せに生きるための考え方を身につけることができる放送となっています。ぜひ幸せに生きるために最後までご視聴いただけると幸いです。コバラジの小林です。2024年1月20日11時41分おはようございます。本日は曇り空です。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日のテーマは今を生きろです。人間は今を大切にすることが大切です。未来はまだ来てません。過去は戻れません。あるのは今だけ。人間は過去のトラウマを引きずって生きています。過去失敗したから次もうまくいかないかもしれない、そんなことはありません。過去失敗したからこそ次はうまくいくのです。赤ちゃんは何度も転びました。でも立つことを諦めなかった。人間に不可能はない。諦めちゃう自分がいるだけ。大丈夫、うまくいく。だから今を生きよう。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。このお話がいいなと思った方はお友達にシェアしていただいたり、チャンネル登録やグッドボタンをよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。